しいバトルよ。早くやってみよう。ジャーク竜っていうからには凶悪なやつかと思ったけど、意外といいやつみたいね。バトルが始まるわ。散らばったドラゴンボールを再び集めることとなり、悟空とパンは旅を続けていた。そんな折、ジャーク竜の一人、通信論と出会う。通信論の強さを感じ取った悟空は、これから始まる戦いに胸を躍らせるのだった。いいやつなんだよな、通信論。やっぱ通信中っていうのが、お前となら究極のサバイバルゲームを楽しめそうだ。面白い。相当腕に自信があるようだな。受けてやっぜ。なんか随分変わった木だぞ。ところでおめえは、いつのマイナスエネルギーだ？お前の最初のライバルピッコロ大魔王が若返り、フルパワーを取り戻した時のエネルギーさ。そこか。ギャルのファンティはかわいそうだったよ。ウシオンだったかな。せえ、痛い。ない。それだけか？大したことねえな。危ない。強い。もう少しやると思ったんだがな。負けまして。摂氏6000度は伊達じゃねえな。はい、やり直します。サイヤ人最初はナメプスからよ。俺はサイヤ人じゃねえけど。ところでおめえは、いつのマイナスエネルギーだ？お前の最初のライバル、ピッコロ大魔王の若返り、フルパワーを取り戻した時のエネルギーさ。これはナメプスしてるように見えるか。熱いぜこりゃ。普通にボコボコにされてる。やべえ。はい、やべえ、参ったな。しようじゃないか。そうだな。人気の人気だ。それが噂に聞いたスーパーサイヤ人4か。ああ、スーパーサイヤ人4になった俺には6000度の低温でも低したダメージにはなんねえ。すげえ、低温でも低したダメージにはならねえ。何言ってんだこいつ。やべえ、それ食らっちゃった。それなかなか当たらんのに。さすがだな。どうやらスピードはおめえの方が上みてえだ。嘘だろ。そのようだな。だがよ、パワーは俺の方が上だぜ。そう、
こりゃ。まずいぜこりゃ。ここから追い上げられるかな。無理かな。やべえ、普通に負ける。やべやべ、もうちょい頑張るな。嘘だ。くっ、なんだよ。あぶね、ギリギリで受け離れた。なんでガードしてんだよおめえよ。で、変な技決めんじゃねえよ。普通に勝てない。普通に勝てないが一番傷つくで。受けらんねん。うわ、マジでスピード負ける。おっ、やべ。あぶねえ。こわ、あいつあぶねえ。俺体力ねえ。それが噂に聞いたスーパー当たるね。マジで行くぜ。望むところか。さすがだな。どうやらスピードは相手のコンボすげえ。そのようだな。でも。だがよ。アワーは俺の方が上だぜ。なんでだよ。ついてこりゃ。なんだよ、もう終わりか。ヤフー、覚悟。でよ。シッと休めよ。なんで、もう俺の攻撃さっきから通らねえんだわ。
危ねえ。はい、微妙な倒し方。やべえ敵だった。スーシンロン、おめえやるじゃねえか。これより上があるなんて。